はい、こんにちは。1ヶ月以上ぶりの動画で、もはや動画ってどうやって作るんだったっけみたいなレベルですが、今回はまた予定と違いますが、敵のバリエーションを増やそうかと思います。前回の動画のコメントで敵のバリエーションはという感じの催促があったので、コメント重視でやってみようかなと思ったんですが、なんか時間かかっちゃいましたね。本来の予定としてはなんですが、いくつか動画を上げた後、ゼロから作るシリーズで複数の敵を用意しようと思っていたんですが、その場合結構先になっちゃいそうだったので、敵のバリエーションだけを優先度上げて動画にしてみようと思います。で、今までは作る工程を動画にしていたんですが、今回は出来上がったものがこちらですみたいな感じの動画になります。一体一体を作る動画にしてみようかとも思ったんですが、なんか時間かかりすぎるなという感じがするので、できたデータを説明しつつ、細かく確認したい場合はプロジェクトデータを置いておくので、データを開いて確認してもらえればなと思います。あと、今回の敵は敵の作り方が全然わからない人向けの簡単な例なので、もっと高度な敵を作りたい場合は各々で頑張っていきましょうって感じになります。敵をいじってる中でキャラクターの方も結構いじったので、変更点としては左シフトでスライディングをするようにしたのと、落下中にジャンプボタンを押しっぱなしにするとゆっくり落下するようになっています。あと、チャージショットとチャージフォーミングを追加しておきました。このシリーズはマリオ系でいくつもりだったんですが、よくわかんない感じになっちゃいましたね。あと、すり抜け以下の仕組みを変えて敵が乗ったりもできるような感じで、まあちょっとブループリントとしてはあまり洗練されていないんですが、興味がある方は確認してみてください。じゃあここから敵の説明をしていきたいと思います。最初はチュートリアルの中で作ったインタープ2のピンポンで左右に行ったり来たりする敵です。動きに関してはシャープ6で説明したままですが、コメントでブループリントの組み方が、まあこのままだとダメージの処理が良くないよというツッコミがあったので少し変更されています。まず1個目の方法論としてはこれかなと思います。次にプレイヤーを追っかけ続ける敵を2種類用意しました。1つがプロジェクタイルムーブメントのホーミングを使ってプレイヤーの方に歩くものと、もう1つはキャラクタームーブメントでキャラクターの方を向いて前進という指示だけしてやるものです。プロジェクタイルの方が軽いんじゃないかなと思ってるんですが、ホーミングの処理が軽いのかどうかはちょっと知らないんですよね。データ容量や処理速度をあまり気にする必要がない場合はキャラクタームーブメントで作った方が扱いやすい気もするので、2つ目も用意しました。この辺まあ見てる方の中でもっといい方法があるよっていうのがあればコメントで教えてくれると嬉しいです。次がジャンプする敵ですね。まあ、着地をするような場合はキャラクタームーブメントで作った方が楽かなと思います。少しでも軽くしたい場合は自力でジャンプ処理なんかを実装させた方が軽くなるかなと思うんですが、まあそういうプログラミング的な方法は他の人に任せたいなと思います。一応チェーンの上に乗ったりもできるので、興味がある人はデータを確認してみてください。次が飛んで追っかけてくる敵ですね。プロジェクタイルムーブメントのホーミングで追っかけてくるだけのやつです。マリオの幽霊みたいなのを置きたい場合はこれがいいのかなと思います。ここの項目はこれ以上の説明はないような気がします。ホーミング便利ですよね。次が上からダイブしてくる敵です。プレイヤーの X 座標が近づくとダイブして戻っていく処理です。使っている仕組みとしてはボックスコリジョンに触れたらダイブするっていうだけの処理です。左右の動きはプロジェクタイルムーブメントを使っています。次が下の方に弾を落とす敵です。鳥がなんか落とすようなゲームが昔あったような気がしますが、申し訳程度に3つ弾を落としています。左右上の行ったり来たりはインタープトゥーピンポンです。次が8方向に弾を撃つ敵です。1個前の敵の数値をいじっただけのものですが、まあ、一応こんな感じのも置いときました。次が弾を正確に投げる敵。これは弾の方に仕組みがあるんですが、プロジェクタイルムーブメントでキャラクターとの距離と高さを発射速度と角度を調整して飛ばす処理になっています。次がガードする敵。この辺の処理はもっとスマートにできるだろうなと思いながら、今回はこんな感じにしましたという妥協案です。このキャストで処理をすると若干重いらしいので、なんかもっと上手い処理の仕方があるかなっていうのをコメントで教えてくれると嬉しいです。次が雑魚敵としては最後のホーミング弾を撃つ敵です。まあ、これに関しては弾にホーミングの処理をしているっていうだけの処理ですね。この辺のブループリントはオブジェクトホルダー内のエネミーのホルダーの中にあるので、興味があるものを確認してみてもらえればなと思います。で、あとはボスっぽいやつを紹介して終わろうと思います。結構強めの設定にしてあるので、かなり操作に慣れていないとなかなか勝てないと思います。単純にプレイしてみたいだけの人用のテストプレイ用のデータも置いておくので、お暇な方はテイトタワーを埋めてみてください。
ゲームパッド推奨です。ボスのブループリントに関してはまあひたすらこうウェーブごとに何するか書いてるだけですね。まあなんとなく作った感じがあるので興味があるとこだけチェックしてもらえればなと思います。メインの内容としては以上です。で、配布するデータはシャープ16でやった内容と一緒で、画像と音を潰したものを置いておくので、リインポートウィズニューファイルから当て直す必要があるので少し面倒なんですが、借り物などでご容赦くださいって感じですね。不明点などはコメントもらえれば対応しようと思います。今後の予定ですが、一旦横スクロールは置いとこうかなと思っていて、プチコン用にちょっとシューティングゲームみたいなことをやってみようかなと思っていて、それが終わったらトップダウン系のなんかを作ってみようかなと思っています。この動画のコメント次第でまた変わるかもしれません。てな感じでまた次の動画もよろしくお願いします。